バディ、ハーセイバディ、バジです。はい、なんちゃんです。今日は一人ゲストを呼んでおります。しょうちゃんです。こんばんは。インド在住者一番のインスタグラマーを目指しているしおんです。よろしくお願いします。よっ、インスタグラマーですね。インスタグラマー、はい、もう今フォロワーも何人だっけ。今最近2000人になりました。2000人。すごい、2K ですよ、2K。 で、今日は何をとっているの。僕ら今セクター29というですね、グルガオンで一番有名な繁華街に来てます。すごいね、これでですね、ここに実は最近新しいアトラクションができたんですね。これがですね、見ていただくこちらです。でね、今止まっちゃってるけど着いた。すごいすごい、観覧車、観覧車がありましてですね、これがインドならではの観覧車でね、とにかく速いということなんで、ちょっとこれにみんなね乗って、ちゃんとみんな生還できるのかと、ちょっと全員でね乗って楽しんでみようかなと思います。というわけで、シャロー。ゴンドラ見てよ、あの遠心力でさ外向いちゃってるの。早い早い。どうですか、セクター29は来たことありますか。一度だけ来たことがあります。まあいろいろあのクラブとかこんなところがあって、そうね、あそこにはうってつけのところですよね。そうです、近くで見たらもっと早いね。早い、見て早い早いめっちゃ早い、やばい。さすがインドって感じですね、これは。本当ですね、信じられないですね、これは。いや、あ、すごい、遊園地みたいになってる。地味になんか観覧車だけかと思ったら、意外とちゃんとしたこういう、ねね、ゴーカート系のなんかアトラクションとか、なんかこう子供が楽しめるような、いいね、ちょっとこう簡単なやつもあるし。やばい、スパイダーマンがいる、スパイダーマンが。ほら、こいつ人力だ。すごい、インドの素晴らしいところ、人が動かしてる。チケット買ってね。これ1個100ルピー。100ルピーです。大人も子供もかな、かな、うん、かな、多分。じゃあロゴだ。めっちゃ早いね。いや怖いですね、気持ち悪くなって入っちゃいそうですね。ええ、うわうわうわ、揺れる。怖い。いやー。怖い。見て、上が泣いてる。え、待って。始まってない。え、なんか始まってない。え、何？いや、もうガチやん。え、ガチ。落ちる。普通に怖い。あのグルガワンでさ、まあ、家に住んでる以外でこう外を見るってあんまないから。そうだね、まあ、結構こう見ると意外とね、グルガワンの夜も綺麗だなっていう感じですけどね。いや、なんか日本はね怖いけど安心感あるじゃん。ここは本当に怖いよね。まあ超楽しいじゃん。いや今はまだ早くないからですよ。大丈夫ですか。もうすでに怖いです。怖いですね。ちょっと高いところが。あ、苦手。苦手なんですよ、ね。あら。それは。怖いね。怖いですね。落ちちゃったら嫌だね。え、ここ頂上じゃないですか。わあ、ロマンチック。あ、ロマンチック。ロマンチック。意気込みを。とりあえずさっき食べた美味しいものを吐かないように。そう。さあ、行くぞ。早いぞ。あ、けど風が気持ちいい。あ、全然まだこれぐらいだった。おー、ちょっと下下がるの怖い。浮遊感か。下下がるの怖い、これ。はい。おー、来た。これ結構怖い。すごい。あー、いいね。まあ。おー、いいね。まだいける。まだいける？え、これ以上早くなったりしないですよ。おー。いいね。気持ち悪くないんですか。大丈夫ですか。まだ大丈夫です。すごい気持ち悪いんですけど。やばい。長いよ。うわー、やばい。下がるの怖い。観覧車にさ、このない浮遊感、何これ。傾くのよね、このゴンドラが。そう。これがすごいね。やばい。ちょっとお腹にくるね。いや、僕全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。
丈夫です。けど綺麗。あ、確かに。でも楽しいね、やっぱこれぐらい速い観覧車ってのがいいね。もうこの感じが。うん、大丈夫。大丈夫じゃないです。やばい、怖い。あの、怖い。タワーオブテラー、はいはいはい、生ぬるい感じで何回も繰り返されてるみたいな。あ、こっち側だったら全然感じない。本当ですか。席変わってみる。いや、立つことが無理ですね。やばい、まず無理です。席変わってみる。こっち全然何も感じない。こう来るから、こう来るから、ちょっと席変わってみる。じゃあ下に、今下に行った瞬間に変わりましょう。せーの、はい、はい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 、はい、あ、こっちの方も綺麗。あ、こっち怖いわ。あ、ね、こっち怖い。ほら、こっち怖いですよね。今ちなみに何分経ちましたか。今4分。4分ですか。信じられない。大丈夫、吐きそう。やばいやばい。大丈夫です、バックがあるんで。バックがある。バックの中に臓器が追いついてない。そう臓器が追いついてない。もう毎回来るって分かってるんだけど、でもまだ体が追いつかない感じ。これ見て、ほら、この迫力。これ大丈夫ですか。足をバタバタし始めてますもん、ね、もう怖くて。降りたい、降りたくて。もう本当に降りたい。よく日本人ってさ、観覧車でやっぱ語るじゃん。語るね。告白したりとか。はいはいはい。インド人もさ、やっぱこういう観覧車ってさ。確かにね。だから一番上に行った時にちょっとチューするとかね、そういうことね。まあ、チュー見えちゃうけど。はい、確かに確かに。やっぱ、俺がインド人だったら、じゃあこの観覧車ぐらい僕と君の人生は早く回るかもしれない。けど僕は君といたい。みたいなことをね、言うのかもしれない。いやー、この画角がなかなかのいい画角ですね。インスタ映えしますか。ねえ、アミドに捕まる女性っていう。今ランちゃんはね、あの今日のゲストと一緒に乗ってて、じゃあまあもしかしたら、まあ、今日初めて僕ら会うんですけど、もしかしたら愛を語り始めてるかもしれない。同じこと言っただけじゃないこの観覧車と回る速さぐらい君を愛したいとかね。うわー、すごいすごい。あー、めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ速い。おお、揺れてる、揺れてる、カゴが揺れてる。うわ、すごい、周りの中がカゴが揺れてる。めっちゃ早い。あ、終わった終わった。あ、けどちょっとゆっくりになったね。うん、今ちょっと収まりました。あ、終わった。ダメなの。え、下ろしてくれない。なんでなんでなんで。あ、忘れられてた説。怖いね。いや、これもう一周とか忘れられてるとか。先降りて、先降りて。早かったね。早かった、うん、かれこれ 5,6 分乗ったじゃない。大丈夫ですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったです。なんか笑顔じゃん。まあ俺も全然余裕だった大丈夫です。なんかじゃあロゴだ。はい、というわけでね、観覧車乗ってきました。乗ってきました。いや、5、6分ぐらい。5、6分ぐらい。いや、10分だよ、10分。いやー、もう長かったね。長かったね。途中ちょっとね、お腹ちょっと悪くしたりとか。臓器かな。そう、不安不安になりましたね。どうでした？しおんちゃん結構吐きそうになってて。そうですね、何回かピークが、吐きそうなピークがあったんですけど、まあ今無事、そういう汚い一面を見せることなく、まあ綺麗な。インスタグラマーとして乗れたんじゃないかな。あー、さすがインスタグラマー。綺麗な写真にはこだわりが、ね、あるから、ね、入っちゃったらやっぱり入れる。なるほど、さすが、素晴らしい、はい、というわけでね、皆さんもぜひグルガオン来た際にはこのセクター29のね、移動遊園地の観覧車ぜひ乗ってみてください、はい、というわけで、じゃあ次の動画でまたお会いしましょうか、はいはい、では、チャロー、バイバーイ。あー、チャロー。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS とお SNS はダメだ、ごめん。